みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。皆さん、ソイのスロットには何を入れていますか？迷ったら整備を入れていませんか？今回は整備が無駄スキルになりやすいという説明動画です。まずはこちらの動画をご覧ください。ソイを使用する前は攻撃力が1534です。スロットには攻撃時を2つ入れており、攻撃力が1565に上がりました。この状態から総意の効果を切らします。総意の効果が切れたと同時に攻撃力が落ちたのがわかると思います。総意は使用が終わった黒い状態では効果は一切なく、装飾品の効果も当然発動しません。また再使用時間もこの状態ではカウントされません。総意はモンスターが移動すると自動で脱ぐか自分で脱ぐ必要があります。こちらの表は主に使われている総意の効果時間と整備が発動する時間をまとめたものです。総意に整備レベル1をつけた場合、もう一つの総意がどれぐらい回復するかを分かりやすくしています。例えば滑空の総意に整備レベル2をつけた場合、総意が切れるまでの間は216秒の効果が見込め、総意の着回しができるので非常に有効となります。しかし不動の総意に整備レベル2をつけた場合は108秒の効果しかなく、もう一つの総意が転身だった場合には残りの202秒も残ります。この時の短縮時間はなんとたったの 6% です。装備側のスロットにつければ整備レベルには 20% の効果があり、装備につけると非常に残念な数値になります。転身の装備につけた場合、被弾しない条件なら不動の装備よりは優秀ですが、被弾しないなら別の装備でよく、不動の装備よりも短縮される時間は短くなりがちです。不動転身の組み合わせは攻撃を増やすチャンスです。1回でも攻撃できる可能性が増えるなら、瞬間的には攻撃レベル7や見切りレベル7より強くなります。つまり整備イコール攻撃スキルとなります。総意に整備を採用するなら装備側に入れた方が最終的に死亡する可能性も減り、ダメージも稼げるという結果になります。ただし滑空の総意のように効果時間が長く最使用時間までが短い装備の場合には、お互いの整備が無駄にならず最大の効果が見込めるためおすすめです。不動プラス転身のような場合には整備は防具側につけ、攻撃系スキルを装備側につけた方がおすすめです。それ以外にもカスタム回復がある場合やフルチャージ運用なら治癒術、体力時を防具につけていない場合は体力時、体力時は疑似回復が可能です。ぜひこれらも意識して装備構成を考えてみましょう。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。